越しいただきありがとうございます。小惑星探査機はやぶさ、この探査機は地球から約3億キロメートル離れた小さな小惑星に到着しました。私はですね、この探査機が打ち上がる前からこのミッションに深く関わってまいりました。今日はですね、皆さんにこのはやぶさが持ち帰ってきた砂、実際にまさに今研究していますが、その研究成果をですね、分かりやすく紹介していきたいと思います。次お願いします。あ、ビデオは入ってる。この探査機はですね、2003年の5月に鹿児島県の内浦から打ち上がりました。そのビデオです。非常に晴れた良い天気の日です。で、探査機はこのロケットの一番先端に格納されています。でこのようにですね、探査機がロケットは無事に打ち上がって、その後、比較的順調な飛行を続けました。で、約、2年後ぐらいですね、その小惑星糸川に到着しました。糸川というのは日本で初めて小さなペンシルロケットを作った東京大学の糸川先生の名前から取ったものです。でこの小惑星はですね、ここに示しておりますが、到着して分かったのはですね、非常に変な形をしていると、いうことが分かりました。で大きな岩がですね、ゴロゴロ表面にひっついておりまして、こんな小惑星の一体どこに着陸すればいいんだろうと、いうふうにみんな思いました。でこの探査機はですね、しばらくの間この糸川の表面にから10キロぐらいのところにとどまって、で糸川は自分で自転しています。この映像で分かりましたように、1回転するのにだいたい12時間ですから、探査機は止まっていても糸川の方が回ってくれるので、その糸川全域を観察したり分析したりすることができます。糸川自身はたった500メートルしかありません。ですから少し大きな建物がありますと、大体それぐらいの大きさだということになります。で2ヶ月間の観測の後に着陸地点を決めました。で着陸地点はこの、糸川の中で最もスムースで平らな領域です。この領域以外はですね、とても探査機が降りられるようなところはないということで、ここになりました。でこれは探査機がこのミューゼスのシー、ミューゼスの海と呼ばれる領域にゆっくりゆっくり近づいていく探査機の姿が、その後ろに太陽がございますので、探査機が影がですね、その糸川の上に映っている、そういう状態です。でこれがですね、その糸はやぶさがその糸川に着陸したところの最大拡大画像です。ここが1メートルですから、だいたいですね、1センチかそれより小さな、砂がこうずっと続いているような感じです。私一番近いなと思ったのが、京都とかにありますお寺 の、 石庭と呼ばれる、そういう空間に近いかなというふうに思います。だいたいその砂の粒が揃っていますから、何らかのプロセスでいろんなところの小惑星のいろんなところの小さな砂がですね、
おそらくは天体上の衝突のバイブレーションでこの重力中心の方に集まってきたんだというふうに考えています。これが探査機のサンプルを回収する時の手順です。まず探査機はこのターゲットマーカーと呼ばれるそのミラーボールのようなものを小惑星の表面に投げ落とします。でそこに向かってレーダーで距離を測りながらゆっくりゆっくり降りていきます。でその間にこのような地表を観測する観測機を投げ落とす予定でしたが、 今のはちょっとうまくいかなかったですね。で地表に着地してサンプルを回収して飛び上がる。で着地した瞬間に金属球を打って跳ね上がってきた岩石をキャッチャーで捉えてカプセルに封入するというのがその本来のシークエンスだったんですけれども、残念ながらですね、今弾が撃たれていましたが、そこはうまくいきませんでした。ですからこの探査機自体はその糸川の表面にですね、その本をですね、2、3回こう叩きつけた。で2回着陸しましたが、1回目は3回ぐらいこう打ちつける。で2回目はたった1回打ちつける。ですから弾をどちらも打てませんでしたので、実際にその小惑星の物質が取れたかどうかはですね、その探査機が地球に帰ってきて我々がそのカプセルを開けるまで分かりませんでした。で後でお見せしますが、カプセル開けてもですね、最初分からなかったんですね。で、そのようにしてですね、小惑星の表面にそのサンプルを採取するため のトライアルを2回行いました。でその後がですね、実は不幸のオンパレードでして、燃料が漏れてしまったりとかですね、果てはエンジンがほぼ全て壊れてしまうということが起こりました。でこの辺の事情についてはですね、今公開中の映画、実は私まだ見てないんですが、2、3本その辺についてドラマティックに解説しているそうですのでご覧ください。で私の担当はですね、実はそのカプセルが帰ってきて、そのカプセルをですね、開封して中から小惑星の砂を取り出して分析して解析して、一体その砂から何が分かるのかということを担当する、そのサイエンスさんの一人です。で、去年のですね6月の13日にカプセルは地球に紆余曲折を経て帰ってきました。ここにレプリカがあります。で日本のカプセルはですね、非常によくできておりまして、このカプセルはですね、大気圏で減速された後にこう2つに分離します。ですからこのカプセルはですね、上下にカパッとこう2つに割れるんですね、上空で。でその中からその大事な砂が入っていると思われる部分がこう出てくるわけです。それがこの部分です。でここに中にパラシュートも格納されていたりしますが、でこれがですね、実際のカプセルハヤブサが大気圏突入した時の映像です。オーストラリアの上空です。で激しく燃えているのが探査機の方です。で横を一緒に飛んでいるのがこのカプセルです。で探査機の方は熱に弱い強い物質はあまり用いられていませんので燃え尽きてしまいますが、カプセルの方はですね、きれいな一筋の光を描いてゆっくりゆっくりと地上に向かって進んでいきます。私は生で見ていましたが、非常に晴れた日の夜で、すごいこう天の川が、さっき綺麗な画像が私の前の方が紹介されておりましたが、まさにそういう天の川があってですね、そこを非常に静かに探査機カプセルが落ちてきました。非常に綺麗だったです。でこれがカプセルが着地した時の映像、翌日の朝です、カプセルがあって、パラシュートがあると。でカプセル自体は7年間も宇宙にいたとは思えないぐらい非常に綺麗な状態で地球に帰ってきました。でその後カプセルは
相模原にあります宇宙科学研究所に運ばれまして、非常に多くの手順があったんですが、慎重に開封されました。これはこのカプセルのですね、内部の砂が入っているかもしれない2つの部屋があるんですが、この時は1回目のタッチダウンで回収された砂が入っているかもしれないビースという領域を開けているところです。で、その、カプセルの砂はですね、このコンテナ、大きなケースの中に入っておりまして、地球の大気には触れないような構造になっています。外から手を入れまして、このゴワゴワのグローブでですね、このビースの蓋をこう開けているわけです。作業しているのは私です。で、この探査機のですね、ネジというのは、そのいろんな振動で緩まないように、このネジがですね、このようにワイヤーで固定されています。ですから、このワイヤーをですね、外科のお医者さんが使うその鉗子という道具があるんですが、その鉗子を用いて固定しながら丁寧にゆっくりゆっくり外していきます。で、最後の瞬間は息を止めて開封するわけです。で、ここの部屋がですね、その砂が入っているかもしれないところです。で、ご覧になって分かるように全く何も見ません。ですから、開けた瞬間はですね、本当に何もないというふうに思いました。で、その後、高解像度の顕微鏡で観察するとですね、なんかうっすらと何か、この壁の表面に粉がついている。それを一つ一つですね、この針を使って分離していきました。そうすると、これは電子顕微鏡の画像なんですけれども、そのカプセルの中には非常に細かな、これ 0.05 ミリです。粒子がいっぱい入っているということが分かりました。で、一つ一つをですね、電子線を絞って成分分析をしていくと、色はあまり変わらないんですが、実はこいつとこいつはその小惑星イトカワのものであると、いうことが分かりました。これがカプセルが帰ってきてからだいたい4ヶ月後の話です。ですから、その4ヶ月間はあるかないかすら分からなかったというわけです。我々約2ヶ月をかけまして、このイトカワのサンプル、イトカワの微粒子1500個同定しました。慎重に作業を進めました。で、去年の11月16日にですね、このハヤブサが確実に小惑星の砂を取って帰ってきたんだという記者会見を行いました。この時は日本中が喜んでくれて非常に良かったというふうに思っています。さて、その後、この微粒子の中でもちょっとだけ大きいといっても 0.05 ミリとかですね、 0.1 ミリ、直目ではほとんど見えません。そのような微粒子40粒を使って、化学分析を始めました。で、微粒子はですね、ここにあり示されているのは、これ電子顕微鏡の画像なんですけれども、こういう平たくて表面にですね、粉がこうまぶさっているような、そういうタイプが一般的です。で、それ以外にもですね、このようなサッカーボールのような形をしていて、いろんな成分の結晶が入っている、もしくは2種類の違う性質の粒子がこうひっついたようなものとかですね、いろんなものがありました。で、我々の研究グループはですね、まずこの微粒子を、筑波にあります高エネルギー加速器研究機構に用いまして、この粒子にですね、非常に強い光、X 線なんですけれども、それを照射しました。で、そうするとですね、その X 線とこの微粒子の間で相互作用が起こりまして、例えば回折線とかですね、蛍光 X 線というのがこの微粒子から出てきます。で、それを解析すると、この粒子がですね、どういう結晶を含んでいるかとか、どういう元素を含んでいるかというのが非破壊で分かることができます。で、その後ですね、この微粒子はダイヤモンドを使って削られます。そうすると断面が露出してきますので、その断面をですね、電子顕微鏡を使って詳しく観察します。
そうするとこの糸川の微粒子はですね、こういろんな色が違うさまざまな結晶でできているということが分かりました。例えばこのカルシウムに富む奇跡、乏しい奇跡、この成分を測定してやるとですね、これがその結果なんですけれども、この微粒子が形成された時の温度が分かります。だいたい 800°C でした。でこのようにして、研究は現在もですね、まさにここに来る直前、前の日はですね、京都大学の方で他のこの関係する、研究をしていましたが、そもそもなぜですね、この糸川のような小惑星を研究するのかということを少しお話ししますと、これがですね、現在の太陽系の形成の標準モデルです。ここが現在の太陽系です。中心に太陽があって、周りに地球や火星があります。でさらにその外側を小惑星帯というベルト状の物質が取り巻いていて、でここの中には現在確認されているだけで60万個程度の小さな天体、小惑星が回っています。でこの小惑星帯の外側には木星や土星といったガスを含む大きな惑星が回っています。でこの現在の太陽系は実はですね、今から45億年前、その頃太陽系には中心に太陽があって、その周りにガスと非常に小さな塵だけの円盤があったと考えられています。でこの円盤の中で塵が集合して、小さな天体ができて、だいたい大きさが10キロメートルぐらいの天体がいっぱいいっぱいできたというふうに考えられています。でこの小さな天体が衝突合体を繰り返して現在の惑星ができた。でもしかしながらですね、この小惑星というのはこの45億年前にあった小さな天体が何らかの理由で現在まで残っている、そういう太陽系の化石のような天体であるというふうに信じられてきました。それがこの太陽系標準モデルです。じゃあ本当にその小惑星っていうのは原始的な天体なんだろうか、本当はどうなんだろうか、本当はひょっとしたら大きな惑星のかけらではないのかという疑問が出てくるわけです。従いまして、その小惑星糸川のですね、微粒子を解析することで、小惑星というのは本当に原始的な天体なのか、これをまず突き止めたい。あとはこの糸川は変な形してました、この変な形した小惑星がどういうふうにしてできたのか知りたい、ということで研究を進めました。で結論だけを簡潔に述べますと、まずはですね、この微粒子を構成しているさまざまな結晶があるんですが、この結晶の組み合わせはですね、地球ではこの組み合わせ絶対なりません。どういう状況でなるかというと、非常にその酸素がないような還元的な、そういう環境でしかできない。一番近いのは太陽系で最も近い古くて原始的な物質でと考えられているこのコンドライト隕石と同じものであった。つまり小惑星は原始天体であったということがまず分かりました。その後にですね、この微粒子を断面を詳しく観察していくと、どうやら微粒子には2種類ある、一つはこちら側のタイプ、先ほど少しお話ししましたが、高温約 800°C で加熱された粒子、これが約8割です。で残りの2割はこのようなですね、この粒子の内部のこうしましまが見えますが、これ原子の分布が不均一なんですけれども、それはその高温を受けていない、高温過程を経ていない、こちらに比べるとあまり温まっていない粒子であるということが分かりました。でさらにその、分析を続けていくと、強い衝撃の跡が確認されました。これが衝撃で溶けた部分です。さらにですね、この糸川、小惑星糸川っていうのは化粧をしています。どういうことかというと、この白いところと黒いところが糸川にありまして、黒いところは少し化粧をして色が変わっています。でその原因がこの微粒子の表面を見ると分かりました。
金属や硫化物といったこの赤い部分がそうなんですけど、これは微粒子の最表面です。微粒子の最表面です。パウダーがこうまぶされているんですね。こういうふうにして薄化粧をしています。で、以上をまとめますと、この糸川というのはですね、45億年前にだいたい20キロぐらいの大きさになって、中心は800度まで上がって、その後他の天体が衝突して一回粉々になったということが分かりました。で、粉々になった一部がですね、もう一度集まって現在の糸川と同じぐらいのサイズになった。で、その後太陽からの放射線を受けて、先ほどお見せした薄化粧をしてですね、現在の糸川になったということが分かりました。この成果はですね、最近公表して、以上まとめますとですね、ハヤブサが取って帰ってきた粒子は本当に本当に小さかったです。見えないぐらい小さかったんですけれども、それをですね、現在我々が用いる技術すべて駆使するとですね、粒子は小さいんですけれども、太陽系の起源とかその小惑星の起源がだいたい今分かりつつあるということです。これで私の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。